こんにちは、電車太陽です。まあ今日はですね、この滝門さんとマイクラバスケをしていきたいと思います。イエイ。ということで早速やっていきましょう。まあバスケとはちょっと違うルールなんですよ。16点入ったら終了です。で2点ずつ増えていきます。それでジャンプ力をつけて、それでボールをゴールに入れます。ということでやっていきます。さあもうスタートですね。あ、入ってません。よし、もう一回です。あ、これ殴られたらボールを渡すことになるんですよ。よし、殴りました。あー、やばいです。あー、よいしょ。入りました。はい、ということで入りました。2対0です。ということで次いきます。はい、よーい、スタート。スタートよいしょ。あ、よし、取りました。はい、あ、入りませんね。難しいです、これ。よいしょ。やめてください、滝本さん。ということで、あ、入りませんでした。やばいです。どうしましょう。はい、あ、よし、殴りました。よし、よし、よし。まだちょっと会場は完成してないんですが、まあちょっとコートは完成してます。でもちょっとコートを改良すると思います、いろいろ調べて。じゃあ行きます。あー、やばいです。え、あ、あ、いや、入ってません、入ってません。よいしょ。ということでやっていきます。よし、殴りました。よし、よいしょ。よし、あ、やばいです。あ、よしじゃないです、やばいです。あ、よかったです。よし、あ、やばいです。よし、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 よし。投げれました、よかったです。これで攻めます。でもこれはもう近くでしか入れれないんですよね。あとダンクもできません。まあもしかしたらダンクできる機能を追加するかもしれません。まあまだ やり方を考えてないので。やばいです。もしかして、あ、2対2です。やばいです、2対2。ここからもしかしたら大逆転されるかもしれません。やばいです。はい、あ、よかったです。ということで、まあ滝門さんのチャンネルのリンクは貼っときます。よいしょ、よいしょ。ということでやっていきましょう。入りませんね。ほっ、あー、入りません。あ、え、もしかして、あ、これって滝門さんのゴールですかね。あれ、どうでしょう。あ、もしかして、え、あ、滝門さんのゴールですよ、これ。よいしょ。よし、よし、よし、よし。
ます。危なかったです。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お、お、お、あ、え、入りました！ということで4対2です。よいしょ。ということで、はい。ボールを。渡してスタートです。はい、もしや、え、また一発ゴールです。よし、じゃあ次行きます。スタート。あ、また一発ゴールです。よし、この調子で行きましょう。スタート。よし、あ、なんかまた行きそうです。おお、入りました。ということで6対2ですね。よし、ボール取って、はい、あ、また一発ゴール。8対2。やばいです。今回めっちゃ入ります。スタート。こ、ボール取って、そしてゴール。あ、え、え、あ、入りませんでした。ということで次いきます。さあさあさあ、やばいです。よし、殴りました。ちょっとラグいですね。よいしょ。ほっ、あ、入りません。あ今見なかったことにしましょう。ということで行きましょう。あれ、固まってます。よいしょ。よし、ボール取って、よいしょ、よいしょ、よし、入りました。あ、いや、入ってませんね。あ、入りました。本当に入りました。そう言ってたら10対2ということで、どうでしょうね。さあ、どうでしょう。ほ、スタート。よし、よし、ボール取って、ここも一発ゴール狙い。あ、一発ゴール狙い、一発ゴール狙い、あ、一発ゴール狙い。あ、入りました。なんで攻撃してこなかったんでしょう。これで12対2です。ということで、あ、もう16点ですか。あ、もう16点でした。あ、ということで、まあ今日はこれくらいで終わりにします。それでは、ボーイボー。